こんにちは、吉谷さん。ジョブズは生きていたというタイトルでね、動画の方をいただきました。やっぱりね、吉谷さんが言われてることって何かしらね、発見があるもんですね。で、私もね、なんかいろいろと吉谷さんを客観的に見て、自分自身を客観的に見て、何がほとんどの方と違うかな、多くの方と違うかなって言ったら、例えばね、3年間でたった一人で1億円稼ぐって経験をする方あんまりいないと思うんですよ。で、その稼ぎがね、すごい速度で増えていった、その意識に自分がライフスタイルが合わせられるかってところですよね。やっぱりね、力量のないお金を手に入れるとやっぱ破綻するんですよね。ちょうど徐々に筋トレをするときに、5キロのダンベルから10キロ、15キロ、20キロ、25キロと上げていくようにですね、いきなり20キロのダンベルを持つと肩を壊してしまったり、それ以来二度とね、筋トレをするのが嫌になっちゃったりするんですよ。で、お金もなんか同じようなものじゃないかなと思います。まあ少なからず借金も、それから稼ぎも、この振れ幅がねすごく大きい。私の見解から申し上げますと、持てない力量は持つなってことかなと思いますよね。徐々に1割増し、2割増しのお金を持てるようになっておく、使えるようになっておくってことかと思うんですよ。で、今私はですね、自分のことで恐縮なんですけども、まあちょっとね、たくさんのキャッシュフローを起こしてますけども、これも少しずつ少しずつですからね。隠居暮らしをして最初の半年っていうのはほとんどお金を使わない暮らしでしたからね。それこそ家を一戸建てでボーンと買ってしまって、ローンもないし、で、家電も揃ってなかったんで、家の中ガラガラでしたから、それこそね、基本料金の電気代とかね、ガスもね、そんなに使わなかったですね。お風呂のいろいろと材料も揃ってなかったし、調理器具もあんまりなかったんで、ランニングコストがほとんどかかってなかった状態ですよね。それから徐々にいろいろと物を増やしていって、増やしていったものの維持費を少しずつ払えるようになっていって、まあそれからですね、徐々に重いものを持てるようになってきたのは。まあそれにしても、この5年間でですね、隠居暮らしをしている5年間で扱うものはだいぶ増えたかなと思います。で、人を稼がすってことに関しましても、以前はね、そこそこうまくいきそうな人に対しての情報提供とか教育提供だったんですけども、この今年はやっぱり自分で思うのは、生活保護の方、そういった方のファンが増えたんですよね。2000人ぐらい増えたんですよ、チャンネル登録でいうと。で、その中で稼げる人、生活保護からスタートして毎月10万とか20万が稼げるようになったって人を作れてきたのは、新しい発見だったかなと思いますね。自分の未知の力を発見したかなと思いますね。だから何が起きるのか分かんないですよね。何が起きるか分かんないし、自分の未知の領域にトライしていくことっていうのは、まあログを残すっていう言い方がねありましたけどもね、生活保護っていうログには、私久保哲郎速稼塾っていうものは稼がしたっていうログが残ったんですよ。で、しかも特別な能力を身につけさせたわけではありませんね。だって公園で体操をする人、体操をしてくださいっていうふうに言って、その体操も単なる体操ではなくて、ジャージとかではなくて、空手着を着てやってくださいっていうことになったら、ワンパク空手教室の子供たちがね、10人ぐらいできて、今20人ぐらいだって聞きますけども、で、そこで空手を教えてるんじゃなくて、礼儀作法を教えてるというね、挨拶を教えてるってことで、保護者の方から大人気ということですよね。空手は本当にね、なんか、えいやーって、このぐらいのことしかやってないんですよ。あとは全部礼儀とかね、礼に始まりとかね、あの辺のことですね。で、マニュアルは私が作ったのをお渡ししたんで、それを読むだけみたいなね。まあ、うまくいったんじゃないかなと思いますし、あとはね、自炊をしている生活保護の方に、じゃあそれをそのまま弁当で詰めたらっていうことで、まあ、売り上げはね、申し上げたように、7万、8万ぐらいは毎月立つようになってきたりとか。あとはね、草取りですよね。草取りをして、なんか1時間3000円みたいなのね、ああいうのをコンスタントにやってみたいですけどね。生活保護ってことに関しましては、ちょっとログを残せたかなと。で、まあでも、生活保護のまんまで、そういうの働いてお金を得るんじゃなくて、生活保護の支給額だけ増えればいいかなっていう人も、私結構ね、
牽引してきたと思うんですよ。まあなんせ今の生活保護の支給額は少ないんで、もっともっと増やしていただくと生活保護の方が使えるお金が増えて、お金をたくさん使うってことはどっかの会社の商品やサービスが今以上に売れるってことなんで、景気良くなるんじゃないかなっていうふうなね、理屈もできますしね。まあですんで、ジョブズは生きていたじゃないけども、働くこと、ジョブは生きていたですよね、私に言わせれば、うん、働くってのは別にね、なんかこう工場勤務したりとかオフィス勤務したりすることじゃなくて、世の中に働きかけるってことかなと思うんですよ。ですんで、消費者として働くっていう、働きかけるっていうやり方もあるんじゃないかなと思いますよね。まあそういう意味でね、ジョブは生きていたということで、タイトル返ししようかと思います。ジョブは生きていた。いってらっしゃい。